国際漫画博は2012年8月4日から11月25日にかけて鳥取県で開催された漫画をテーマとするイベントである。水木しげる、谷口二郎、青山豪将ら著名漫画家を輩出する鳥取県は2007年より地域おこしの一環として観光パンフレットに漫画王国の文言の使用をはじめ2009年からは漫画サミットの誘致活動を進めた。 第13回国際漫画サミットが開催される2012年を漫画王国鳥取の建国元年と位置づけ、県文化観光局に漫画王国官房を設置。国際漫画博の開催や大規模な PR 展開などを行った。事業予算は10億4800万円で、これは県の年間の観光予算の約3分の1に相当する。漫画博の企画内容は、 株式会社トレードマーク鳥取を幹事とし、電通や新日本海新聞社、山陰放送、JR 西日本コミュニケーションズなど7社からなる共同企業体による提案が採用された。PR キャラバン隊として女性5人、男性2人で構成されたバードプリンセスが結成され、ダリス FM の PR 番組に出演するなどの活動を行っている。胴体の雇用費には、 東日本大震災の震災等緊急、雇用対応事業予算が活用された。漫画王国鳥取応援ソング募集企画では、鳥取県応援ソングプロジェクトに使われた、Go, Go, スマイル鳥取、ハッピー、鳥取を含む3点の応募の中から、YouTube の再生回数をもとに、漫画王国鳥取国家が MPS に選ばれた。鳥取ふるさと大使を務めるトリンドルレいは、 漫画王国の鳥取インドル王女に就任。8月4日の開会式で初めて鳥取県を訪れた。開催期間中は鳥取県内の夏季参加賞を常設拠点として各種イベントが催された。また、巡回展として夏季の日程で鳥取漫画ドリームワールドが開催された。鳥取会場8月4日から8月14日。 コカ・コーラウエストスポーツパーク県民体育館、倉吉会場9月7日から9月23日、倉吉体育文化会館与那子会場10月20日から11月11日ドラ、ドラパーク、与那子市民体育館、与那子市東山体育館、ドリームワールドでは、5000冊の漫画の展示、販売を行う、漫画空間、ワークショップ、複製原画や日本国外の漫画に関する展示、 ディロスティッチ10周年記念展などが開催された。夜名古会場では、期間中の週末を中心に、川田真美、中島愛良による、アニソンライブや野沢雅子、三石こと野ら声優のトークショー、K-POP アーティスト s、s ザワンのライブなどが実施された。食と、海を、メインテーマ、漫画と、地域経済効果をサブテーマに、 2012年11月7日から11月11日にかけて、米子コンベンションセンターで、第13回国際漫画サミットが開催された。11月8日の漫画と地域経済効果に関するシンポジウム及び、漫画に描かれた食文化に関するフォーラムをはじめ、文化庁、メディア芸術祭の巡回展示、千葉哲也、里中町子ら漫画家のサイン会、 トークショーや公開アトリエ、キャラクターショーなどが催された。漫画サミットに関連し、下記をはじめとするイベントが実施された。漫画サミットの来場者数は4万1040人、ドリームワールドの累計来場者数は22万2497人、常設拠点や各地のイベントを含む総来場者数は約320万人であった。ありがとうございます。